今日は特別にカマタワールの試合の裏側に潜入します。楽しみ、はい、普段はね関係者の人が入るところにも特別に入らせてもらえる予定です。こんなことないよね。絶対一週に1回ぐらいしかないよ。一週に1回チャンネル登録お願いします。5月のとある日始まりました。コハちゃんレッドハルです。今日もたまたまあるの試合を見にピカロスタジアムに来ています。今日は広場では楽しいイベント。怖い怖い怖い。めっちゃ怖くない？スヌーピーのたまたまでサルティーバーサスって文字がここにある。そんなに高いの？こっち？今日はここにお邪魔します。失礼します。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ここにはたくさんの機材やモニターがずらり。すごいすごい。でここって何してる場所なんですか？僕はあのスタジアムの大型映像、はい、
と、なんか映像とか、あとこの信号が表示、あとメンバーの名前とか、あとこのタイトル、イエローカード、あの表示を、で、あのスタジアム DJ、スタジアムで流れる放送のかっこいい声がおじさんはここに、お兄さんと言ってくださいますか。間違えました。ちょっと言ってみてください。はい、いやでもまあいつもの感じだったら2022明治安田生命 J3 リーグ第8節ゴーはい、ここでやってます。いつも聞いてるね。ここでちょっと座ってみてみる、座ってみてみる、どんな感じか。すごい、座ってください。うわ、J に上がってから J2 の時から2014シーズンからのゴールシーン、ホームでのゴールシーン全部今の時間毎回流してる。あそこに意外と気づいてもらってないの。地味なんで、地味に実はこういうことやってる。いつも見ている大型映像、そしてかっこいい声はここからだったんだ。すごい、ここで。へえ。22番ディフェンダー上原拓郎、8番ミッドフィルダー島村拓也、9番フォワード近藤貴虎、続いてサブ31番ゴールキーパー岡田潮君、2番コイエス、ナルブセオントイエス、難しいな、監督橋川和明、はい、以上です。同じところから今日は試合を応援しました。いよいよ選手が入場します。拍手でお迎えください。 The 8th match of the 2022。 ありがとうございました。私の最高のシュートいくよ。吉井選手が1の逆転でパス、ヒロミのスーパーシュートで決まり。公式番組にもゲストとして出演します。